皆様、えー、こんにちは。扉沢横内です。えー、現在、扉沢40周年記念、ウィズ・コロナ緊急前倒し企画、10ノックス、えー、稽古中であります。10本、日替わりの、えーまあ、リーディング、リーディングといっても、もうほとんど、えー、本を話す場面もあり、えー、普通に並んで、えー、順番にセリフを言うというリーディングではなく、かなり立体的なドラマチックリーディング。 を今、えー、作っているところですで,ですね、まあ、の既にご,ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、えー、この公演について、あのー、このような状況ですのでですねもう本当にこの緊急事態であることは分かっているんで扉座を助けに行きたいんだけれども、まあ、のお仕事の都合とかご家族の、えー、都合とか えまあ安心安全のためを思ってもちょっと芝居に劇場に行くことができないんだよとでもせめてチケットだけ買うからというような声をたくさんこの間いただきまして、まああのね、そのせっかくなのにた,ただチケットだけ買っていただくということをとても心苦しく思いましてならばということでそのお言葉に甘えて、えー、ご支援チケットというものをご用意させていただきました。 あの実はこの講演のために、えー、特別にパンフレットを、えー、40周年記念をちょっと前倒し,しまして今までの歴史だとか、まあ、今回読む10本についての詳しい解説とかそれから役者たちのプロフィール写真、えー、プロフィール写真といいますか、えー、それぞれの肖像 新たにプロのカメラマンそしてデザイナーの方加わっていただいて、えー、ビジュアルも満載で40ページの豪華版を作ってこれはあの劇場に来てくださった方々に、えー、お渡ししようとまあ無料でです、えー、お渡ししようというふうにもちろん今稽古中ですし今回これあの音楽著作権などの関係上どうしてもあの配信ということが難しい公演ですので。 まあ、あの見に来てくださった方だけにお渡しする予定だったものなんですけれどもそのパンフレットをですねせめてご支援チケットをご購入いただいた方にはお届けするということを考えましたもうすでにあの詳細はですねホームページなどに出ておりますので気になる方興味持っていただける方は是非それを見ていただきたいんですけども 公演とともにそのパンフレットもすごく力を入れて今回作りましたので、まあ、これもぜひ皆さんには少しでも多くの方にまあ見ていただきたい読んでいただきたいという思いもあります、えー、本当にあの心苦しい限りですけどもちょっと甘えさせていただいてご支援チケットというものをもうすでに販売させていただいております と,たところですねもう本当にあのまだ今日で3日目ぐらいなんですけどものすごくたくさんの方にお申し込みをいただきましてあの我は本当に心から感謝をしております、えー、ます本来やっぱり見に来ていただいてでそのこの姿を見ていただいて初めてチケット代金っていうことだというふうに今までずっと思っておりましたが。 このように皆さんがご支援という形を、えー、我々にこに届けてくださるということをこれをしっかりと受け止めて何としてもこの苦難を乗り越えて、えー、また皆さんと今まであったようにこの10本が生まれてきたときのように劇場で一緒に楽しむ時間が過ごせることその時が来るまで持ちこたえようという気持ちを新たにしております。そののためにもこの公演 しっかりとやって次につながるようにしていこうと思いますそしていただいたご支援は今後の劇団の継続それから未来の活動のために有効に使わせていただくように努めます、えー、皆さんもものすごく大変な時だと思いますそういう時に本当にこの劇団を我々のごときものにですねそういうふうにお志しいただくということを我々は本当に感謝をし、えー このことにとても勇気をいただいているということを本当にお礼とともにお伝えしたいなと思います。えー、あと残り数日先日 PCR 検査もしましたが今のところ我々関係者一同全員陰性と、まあ、あの幸運だなというふうに思いますがこの幸運が千秋楽まで続くようにそして少しでもいいものをお届けできるようにそして、えー 残念ながら劇場に来ていただけない方たちにも、この思いが届くように、皆さんが劇場にいるいるのだと、皆さんの心が劇場にいると思って、全員でしっかりと講演をやりとみます。どうぞ、変わらぬご支援、これからもよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。